초코로 강해한
懐강해야할僕たち何をしてるの？何かいいものでも見つけたの？来なさい。私に隠し事なんかしちゃダメでしょ。浮気も。あら。厄介なもの見つけちゃったわよ。私の柄じゃないけど、成り行き上今回だけは特別にサービスしてあげてもいいわ。あんたたちを片付けるついでに。
私、子守歌を。マミー、こらこら、待ちなさい、おちびちゃん。私はあんたのママじゃないわ。でも、マミー。そのマミーって呼ぶのはやめなさい。私はこの世に嫌いなものが2つあるの。ゴキブリと泣き虫よ。泣いてるゴキブリなんていたら気絶するわ。だから泣くのをやめなさい。はい、マミ。上出来。あんたこんなところをうろうろしててよく無事だったわね。それでお名前は？セレッサ。チビスケ、あんたこの町の子じゃないわね。どこから来たの？お家から来たの。そう、それはさぞかし長旅だったでしょうね。それで何しに来たのかしら？パパがおいでって言ったの。そのパパは一体どこに行っちゃったの？お仕事に行くってどこかへ行っちゃったの。私もお家へ帰る。私はあんたとは一緒に行けないの、わかる？一人でお家へ帰りなさい。でも、マミー。ああ、いいわ、チビスケ。ここから出してあげる。でも、すぐそこまでよ。ああ。ただし、泣き虫は嫌いだからね。いい？涙一粒でもこぼしたら置いていくわよ。わかった？オーケー、マミー。
っと。まったく迷子になるわけだわ。マミ。大丈夫。怖いのは最初だけよ。何事もね。で、ご用件は？もしかしてパーティーへのご招待かしら？デザートが楽しみだわ。おもてなしね。まさかダンスパーティーなんて。それじゃあちびすけ、よく見ておきなさい。
冗談はやめてちょうだい。私が子供なんかに興味があると思ってるの？作り方なら興味なくもないけどね。いやまあ確かにそうだな。そうだなってのは作り方の話じゃなくて、その俺だって別に興味ないぞ全然。そんな話はともかく、ここで山を張ってたのは正解だったようだ。まんまとお前が現れるとはな。セレブなオエラ方どもが住んでるあの島に渡るとなりゃ、この先の海上ハイウェイを通るルート以外にね。どうだ、違うか？ああ、そうね。あの島へ行くところだったの。きっと素敵な場所でしょうね。あら、何の真似？何をとぼけてやがる。この子に妙な術をかけて連れ回して一体何をしようってんだ。魔女のやることは理解に苦しむぞ。俺が親父を殺されたのもちょうどこの子くらいの。待てよ、お前まさかこの子の両親まで俺の親父と同じように。考えてみればちょうどいい機会ね。その子あんたに任せるわ。何？ちゃんと面倒見なさい。出ないと承知しないわよ。目に見えない怖いお化けがあんたたちを狙ってるかもしれないからね。マミー、後ろよ。消えた。私が見えてる。